まい。大丈夫です。皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、ここからはチカピカボイスをお届けいたします。歌って踊ってギターの弾き語りをしているボーイッシュなアーティストことチーカーがここからはお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も楽しくやっていこうかなと思っております。この番組では、このボーイッシュなアーティストことチーカーが日常の出来事について議論したり歌声をお届けするという番組になっております。はい、よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは 797fm@ メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com でございます。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができるので、そちらもぜひお楽しみください。そしてツイッターとも連動しておりますので、たくさんツイートをしてくださいね。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあるのでクリックして聞いていただきますと、完全同時生放送がお楽しみいただけます。ということで、こんな感じでやっていこうと思いますが、今日はいつもと違ってですね、ミキサーの担当にメグさんをお迎えしてお届けしたいと思っております。はい、FM ギノワンのメグです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今日初めて一緒にやるんですが、そうですね、なんか初めてっていう感じが全然なくて、服がそうそうそう、なぜかと言いますと、もう来た瞬間にもうお互いボーダーの洋服、しかもズボンもちゃんと七分丈で、もう本当に色もなんか同一人物って思うぐらいの、ね、フェイスブックに写真が上がってるので、上がってるのでぜひぜひ、リスナーの皆さんぜひ見てください。もうあーって、なんかそこでなんかちょっとなんか意気投合っていうか、ね、ちょっと距離が近くなりました。はい。で、今日も楽しくやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか久しぶりに喋ったんですよ。あれ、そうなんですか。なんで ずっと風邪ひいてて、だから治ったんですか。治ったんですか。あ、もう治っ、昨日ぐらいにはちゃんと治って、うん、それちょっと鼻声に、ね、もう、あ、もともと鼻声で、うん、ちょっとコンプレックスなんですけど、そう、いつもより鼻声かなと思って、そうなんです、自分も言いながらちょっとおかしいなと思ってたんですけど、久々の
CM 開けます。はい、時刻は1時34分でございます。5月26日金曜日、ただいまチカピカボイスをお届けしております。はい、ということでなんかね、私ちょっといつもよりなんか鼻声じゃないですか。鼻声ですね、いつもよりちょっと風邪を引いてしまって、はい、ちょっとなんかまあ今はもう超元気なんですけど、もう大丈夫ですか。もう大丈夫なんですけど、もう3日間ぐらいずっと寝込んでて、熱もあったんですか。熱ももう 39.、なんとかまで何々もう覚えてないんですけど、結構熱が上がってしまって、3日間ぐらいずっと眠ってたんですけど、だから今日なんか最近の天気について話そうかなって思ったんですけど、もう最近の天気なんて全くわからない、外に出てないし、もう外にも出てないし、ずっとカーテン閉めっぱなしのもうずっと寝たきりだったので、本当に閉じこもってた。そうです、雨が降ってるかも天気晴れてるのかもわからずにっていう感じだったんですけど、今日は復活して、復活してラジオ、そうですね、昨日から外出をして、ああ良かったですね。そうです、ちょっと元気になって、人生で一番痩せてます、私今、食べれなかったんですか。いや食べてたんですけど、あんまりこのちょ食べはしたんですけど、もういつもよりは食べれないじゃないですか、もちろん、なので食べなかったら私痩せるタイプなのかなって思うぐらいで、どんどん痩せちゃう。そうちかさん普通に細いのにも、あ本当ですか、もうさらに細くなっちゃうですよね。もうだからちょっと太らなくちゃって、いっぱい食べましょういっぱい食べてやっていこうかなと思っております、後ほどですね、なんかそういう栄養が入った食べ物とかも紹介していこうかなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。はい、ここからのコーナーはですね、はい、チーカーのミュージックボックスということで、ここからはチーカーがですね最近気になっている、曲を皆さんに紹介したいなと思っております。早速ですが流してみたいと思います。聴いてください。三浦大知さんで Hang in there。 このワンコーラスが終わった後ぐらいからちょっとちっちゃくしてもらって、はい、で流しっぱなしで喋るっていう。わかりました。お届けしている曲は三浦大知さんの Hang in there という曲です。以前もですね三浦大知さんの曲を皆さんに紹介したと思うんですが、以前はDarkest Before Dawn という曲を流していただきました。この曲もですね、なんか間違いなく勇気をもらえるような曲だと思うんですが、結構私勇気もらえる曲が大好きで、よくいろんな方々のなんかアップテンポだったり元気もらえるような曲を聴いております。この曲かっこいいですね。はい、
なんか三浦大知さんこんななんか EDM だったんですか。最近から EDM 使い出しております。なんかそうなんですね。なんかよく知ってるみたいな感じで言っちゃってるんですが、実は大ファンで。そうなんだ、はいはい、なんかもっとポップなイメージでした。結構 R&B っていうイメージが大きかったんですけど、最近は結構メディアとかにもいっぱい出ていただいて、出ていただいて、なんか変な立場ですね。私なんか喋りがおかしいですね。出ているので、そういうのをずっと、なんだろう、メディアを通して見ていると、なんか音楽もちょっとずつ新しくなってるんだなっていう風に変わってきてます。変わってきてますね。なんかかっこいいですよね。かっこいいですね。うん、でこの以前流していただいた曲の、うん、ダーキストビフォーダウンっていう曲は、この意味はですね、夜明け前が一番暗いっていう意味でして、うん、これ全然ネガティブな意味じゃなくて、うん、夜明けがあるからこそ今暗いんだっていうポジティブなメッセージの込まった意味があって、なるほど。で今回はですね、ハングインデア、この意味は頑張れとか乗り越えてみたいな、ちょっと応援を、応援ソングみたいな感じの意味合いで、はい、とってももう聞いててもめっちゃ勇気もらえませんか。うん、ね、パワーがもらえる曲ですね。楽しくなっちゃいますよね。うん、でそういう曲が大好きでよく聞いてるんですよね。でも自分もなんかこういう風な、一番もうオープニングで流したスタンドアップとか、私のオリジナルソングとか、はい、なんだろうな、こういう元気をね、元気が、なんだろう、元気になる、元気になるっていうか、楽しくなっちゃう曲とかも、私も一緒にっていうか私も、はい、オリジナルソングとして作っていこうかなと思っております。はい、はい、いいですね。はい、いい曲でした。はい、ということで今日流した曲は三浦大知さんのハングインデアという曲でした。皆さんもぜひぜひ聴いてみてください。続いてのコーナーはチカのトーキングトーキングタイム。このコーナーですね、チカが最近の出来事についてとにかく喋りまくるというコーナーでございます。初めてのコーナーですね。皆さんも最近気になる出来事だったり、新しい、まあ、挑戦とか楽しかった出来事、何でもいいのでツイキャスのコメントだったりですね、あとは先ほどメッセージの、なんだろうな、宛先なども紹介しましたが、メッセージも待っております。最近今年入って2回目ですよ、私飲み会に行ってきました。今年入って2回目。そうなんですよ、自分あんまりお酒飲まなくて。ああ、そうなんですね。はい、よく居酒屋とかには行くんですけど、うん、いつも車とかで運転するとか、ハンドルキーパーとかして、いつも飲まないタイプの人で、別にお酒が飲めないっていう感じではなくて、飲めるけど、運転手になることが多い、はい、ただタイミングを失っているっていう感じで全然飲む機会がなかったんですけど、その最近ですね、本当に先週の日曜日に飲みに行きました、はい、久しぶりに2回目、はい、そうなんですよ、はい、今年入って2回目ですよ。すごいですよね。どうでした？もうとっても楽しかったですね、やっぱり。あ、よかったです。久しぶりに会う友人と一緒に、うん、飲み会に行ってですね、そしたら友人が元々の地元の人たちで集まってたみたいで、うん、これから合流しようってなって、はい、でもちょっと私人見知りなんで。そうなんです。あ、そうなんですよ、本当に見た目とは違って超人見知りなんですよスーッと入っていきそう。もう全然いかないですもん。もうめっちゃ仲いい友達とはもう超喋るんですけど、うん、もう知らない人が一人でも二人でもいるともうスッと黙るっていうタイプなんですよ。あ、で今回は入れたんですか。今回は、うん、お酒の力でなんとか入り込めてで、お酒を飲んだ後にカラオケに行ったんですね、みんなで、うん、結構な人数がいて。何人ぐらいですか。12人ぐらいいたかと思うんですけど、はい、結構いたんですけど、ほとんど半分ぐらいは、まあ、知ってて、
7年ぶりぐらいに再会する友達だったり、うん、久しぶりに集まって本当に行ってよかったなって思ったんですけど、いいですね、うん、もう行ってそれでもうワイワイ盛り上がったところですね、はい、次の日に風邪をひいてしまってそれが原因だったのか何なのか、そうなんです私絶対飲みに行ったら次の日に風邪をひいてしまうタイプで、あらだからもう今はですね絶対もう飲まないって心に誓っています。免疫がないんじゃないですか、多分あんまり飲まないから、そうなんだと思います。本当に免疫なさすぎて、もう次の日には絶対風邪ひくっていうタイプなんですかね。そうかもしれないですね、はい、もう大変でした。だからこの最近ってインフルエンザ流行ってるじゃないですか。ね、またね流行ってましたね。そうですね、私の住んでる地域とか結構インフルエンザとかで、うん、日曜参観とかでもなんか親が見に行くときはマスクを着用して見に来てくださいねって言われてるぐらい、そうなんですよ、インフルエンザが流行っていて、で自分その飲み会の日ですね、行きも帰りも歩いて行ったんですね、うんうんうん、だから もう地域のところを歩いて通ってるし、もう普通に空気も吸ってるわけじゃないですか、うん、だからもうインフルエンザの可能性があると思ってすぐに病院行ったんですね、うんうんうん、そしたらインフルエンザじゃなくて普通に細菌感染で普通の風邪だったんですけど、普通の風結構熱上がりますね、39度超えました。もう40はいかなかったですけど、はい、大変でした、インフルエンザみたいな熱出ます ね、ちょっと だるくてもう節々も痛くはないんですけど、だるくて、わ大変、あんまりできることならあんまり動きたくないっていう、うん、うん、本当にそのぐらいだるかったんですけど、インフルエンザではなくてなかった、はい、本当に良かったです。良かったですね、うん、はい、3日で復帰できてよかった。3日で復帰できました。うん、はいこんな感じでちいかのトーキングタイムをですね、こんな感じでしゃべり倒していこうかなと思っております。はい、さてさてここからはですね、はい、次のコーナーに行きたいと思います。ちいかのスカットコーナー、イエーイ。このちいかのスカットコーナーではちいかのスカッとした歌声を皆様にお届けするというコーナーでございます。いつもはですねギターの弾き語りでオリジナルソングを歌っておりますが、はい、今日はスタンドアップっていう曲を流したいと思います。聴いてください、スタンドアップ。声が入った途端喋るので、うん、なんかあんまりね、あんまり聞けないかなと思って、聞いてもらえてない。そうですね。しかもこの曲も CD になってないので、あ、そうなんですね。あんまりライブだけ？そうです、ライブだけ。うん、携帯の方は入力 OK ですよ。なんかずっと流れてる。曲もこの曲は自分で打ち込みして作った。打ち込みして、はい、すごい、うん、ピアノ。なんか音楽 やってますか？音楽業界にいました。ああ、なんだろうなって思いました。思いました。音楽っぽいですね。っぽいですか？本当に何が。絶対この人音楽やってますねって思う。いやー、ライブハウスでね、ブッキングマネージャーして。あー、そうなんですか。沖縄ですか？大阪で。あー、大阪で、結構な、あの、内地から来る方いらっしゃいますよね。うん、でも沖縄って PA さん少ないんですよね、なんか聞きました。なんかあんまり、うん、
第一のとは比べたらもうすんごい少ないと思います、うん、はい、音楽の学校も少ないですしね。あ、少ないですね。もう私もあんまり何、逆に何があるかもわからないです。どういった学校があるかとか、こっちで言うと芸術大学だったりとか、大きい大学、なんかそういう学校はあるんですけど、そういうのがいっぱいあるんですよね。このボイトレ教室とかもいっぱいあるんです。いっぱいあるんです。なんかすごいですね、やっぱり。こっちの人はなんかちっちゃい時から音楽に触れてることが多いから、曲とかすぐできるんだろうなあっちは。あの内地の方は触れないんですか、ちっちゃい子。もうそんなに、だって楽器触れる人とかも少ないと思います。え、ね、高校生になって、はい、なんか目立ちたいから慶応部に入って初めて触りましたみたいな人とかの方が多いんじゃない。へ、うちの人ってもうさ、だって小さい時から三線に触れたりとか、うん、学校で三線やったりとか、そうね、ね、そうね、みんなエイサー踊れたりとかするし、うん、ああ、エイサーやってましたね、運動会で。大阪そういうのはあんまりないから。へえ、なんか結構言うじゃないですか、この沖縄って音楽に周りに音楽常にあって、うん、そういう環境だよねってよく言われるんですけど、うん、全くどこがっていう感じで、うん、もう馴染みすぎてるのかな、うん、絶対そうですよ、うん、馴染みすぎてって感じで、いつも疑問に思ってたんですけど。すぐ勝ち足踊れるのがすごいと思いますしね。勝ち足はノリですよ。ノリ、そういうノリがすごいと思う。あ、あ、ゆかりさん、ゆかりさん、ちかさん、ゆかりさん、ゆかりさん、久しぶりです。ありがとうございます。久しぶりに、久しぶりって感じですもん。人と喋るのも久しぶりですもん。すぐ曲終わります。はい、お届けした曲は私のオリジナルソング、スタンダップという曲でした。ありがとうございます。このスタンダップっていう曲はですね、実は私が打ち込みとかすべて作ってまして。すごいですね。ありがとうございます。全部全部だらららららピアノも、ピアノも弾けないくせに、なんか一応打ち込んで作って、いろいろ試行錯誤をしながら作りました。で、このスタンダップっていう曲が、まあ本当に聴いてる方々にですね、もう立ち上がってほしい、あの、うん、もう病んでる時とか立ち止まった時とかは本当にこの曲を聴いて、もう一度立ち上がって、あの、一緒に頑張るんだっていう、そんな曲でございます。うん、こういう、はい、こんな曲が大好きで、自分も歌いながら自分が勇気づけられるっていう感じ で、 うん、 いいですね、いつもそんな感じで歌ってます。はい、ということで、はい、これからもですね、あの、もっともっといっぱいたくさん曲を作って、あの、このチカピカボイスでですね、いろんな曲を紹介できたらいいなと思っております。ありがとうございました。ゆかりさんね、今コメントをいただいてて、はい、はい、ツイキャスの方でチカさんの生歌が早く聴きたくてうずうずですって。ありがとうございます。ゆかりさん、ありがとうございます。ゆかりさんはライブに来られる方ですか。はい、いや、まだですかね、うん、でも、まだ来たい、来たいっていうか、あの、ライブ、あの、見に来たいですってはいつも言ってくれてて、なかなかタイミングがいつも合わなくてですけど、今度はまたライブがあるので、はい、6月13日火曜日にですね、はい、モッツ、チャタにあるモッツでライブがあります。
会場が7時、開演が7時半から、前売りが1500円、当日1800円で、別途でドリンクオーダーをしております。出演は今のところ6組でございます。もしもしお時間が空いていれば、ぜひぜひ見に来てください。この予約はどうしたらいいんですか？予約はですね、SNS、私、Twitter、Instagram、あとは Facebook などやってますので、そちらのメッセージに、メッセージいただけたら、はい、すぐに予約受け付けております。ツイキャス、ゆかりさん、そうなんです。タイミングが合わないんですよ。そうなんですよ、いつも。タイミングが合わないんですね。はい、でも本当に、いつでもいいので、お待ちしております、はい、ゆかりさん、ありがとうございます。はい、ということで冒頭でも言いましたが、ちょっと私風邪をひいていて、はい、そうですね、この梅雨の時期もあってですね、暖かかったり雨降ってね、体を冷たくしたり冷やしたりして、風邪もひきやすくて、気温の変化でこの時期引きやすいかもしれないですね。本当に引いたらちょっと熱も多分治りにくいと思います。はい。なのでぜひ気をつけてください。はい、皆さん気をつけてくださいね。はい。ということでそろそろお時間になりました。はい。来週はもしかしたら、ゲストさんを招いてお届けするかもしれません。ぜひぜひお楽しみください、はい、お届けしたのはちかと FM ギノワンのめぐでした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。